ボス、ダイス、一応やってみっか。ということで、ドラゴンボールフュージョンズやっていきます。やっと、カウント成功しました。今、こんな感じ。このグリーンエナジーだけこの少ない、ナメック精神だけスカウトが、難しかったです。はい。他はね、少しずつできたんですけど、やっと集まりましたよ。これで、バリア解除いけーこれでセルゲームの会場に入れますね。やったー、よーし、どうだ、よし、舞台に降りてみようぜ。行ってみよう。きれい、舞台中に入る、入りますか。はーい、よし、とりあえずは部舞台にいる3チームに3連勝するのを目標にしてみるか。で、当然外に出たら最初からやり直し。なるほど、きついよね。まあ修行にはちょうどいいかしら。戦う順番はお前に任せるぜ。了解。お、高速移動先が追加されました。やったー。で、今こうなんですけど、チームメンバーをですね、私とかトランクスとかいろいろそのままで行こうとは思うんですが、 HP が少なくなってしまってるので、一回回復しに、高速移動で宇宙船に戻ろうと思います。他の仲間もですね、ちょっと宇宙船にいるので見ていきましょう。よし、到着、中に入ります。はーい、テレゲームのところで戦う3連戦の相手、すごく気になりますね。うん、体力回復した、よかった。ね、いろんなところにいるんですよ、ほらいろんなところにいるんだけど、他にはこのですね、女の子をね見つけました。ほら、この方だけです。ナメック星人でいてくれるのはこの人だけで、サイヤ人の人も仲間にできたりとかしたんですよね。で、あとはこれ2人目来たんですよ。ナメック星人2人目、やったー。あ、女の子いるんですよねで、先に仲間にした麦ちゃんもここにいたりとかして、いろいろいるんですが、女の子キャラクターもね、あ、麦ちゃんはこっちだ、似てる子もいるんですね。女の子のキャラクターが欲しかったんですよ、仲間にね、したかったんですけど、こんな感じで男の子中心にね、ファンちゃんなっちゃったりとかっていうのもあるので、今後ね、発見した時は仲間にする、あ、何人っていうところ、何のエナジーの子かっていうのを見ながらやっていこうと思いますで、メンバーを今回初めて使う子もいるんだけど、どうしようかなと悩んでるんですよね。チーム編成、ここだ。キャラクターの入れ替えをしてみよう。うん。フュージョン使いたいから、この二人はね、いてほしい。パンちゃんも回復役なんですよね。で、他に、麦ちゃん。この子です。この子が、意外と、残像剣とかなんですよね、ハリータさん。うん。で、これ、底力持ってるんですよ。一度だけ復活する子になってるんですよね。あ、間違っちゃった。で、他には、こんな感じ。この子もいるんですよね。ペペロンさん。かわいい。これ、覚えられる必殺技に布団が吹っ飛んだがあると思って、笑ってしまいました。あとはこんな感じ。まだまだなんですけど、スネック。あと、これ、リテさんの、これ、瞬間移動の技も使ってみたいんですよね。こんな感じ。うん。理解人。海王神の付き人をしている。超真面目。で、ゲットしました。こんな感じなんですよね。この子もね、サイヤ人なんですよね。で、今回は、このまま、行こうと思うんですけど、
この特技とかにあのこの先手必勝とかある子も使ってみたいなっていうのがあるので、またね今後機会があれば変えて、またその子の特徴とかも慣れていかないとですね。お、外出ちゃった。で回復させたのでセルゲーム会場行きましょう。高速移動先にさっきなってたので、これで移動だ。よし、 OK。 では最初の1回戦行ってみたいと思います。中に入りますか。はい、初のセルゲームでの会場ですね。参加者受付とかがあって、あ、3体いる。おおおお、ちょっと仲間になりたい。なってくれるのかな。この子から行こう。ジージー、ん、お主らも時空一武道会に出るのか。わしのチームと練習試合しないか。バトルする。星出るのかな。確認してみましょう。よし、勝負だ。命知らずのバカがいるようですね。あ、星は出ないんですね、ここだと。なるほど、じゃあもうバトルで勝つっていうのみ。今までの星カウントっていうこともあって、必殺技を、パンちゃんの回復以外使わずに格闘のみでやってきてたので、久しぶりに必殺技も使えますね。フュージョンもしたいな、そしたら。よし、あー、ダメだ。ヒット受けてしまった。ここの位置だと外に出ちゃうかな。やっぱり出ちゃった。クリティカルを受けてしまった。983。じゃあ戻るの、後ろ側。よし、5点。被弾で行こうかな。今回じゃあ、ここで。で、直線結びましょう。2人入るところから、サポートも入れて。被弾を打ってもらうと、おいい感じ感じ、リングアウト、よーし、オッケー、結構削れましたね。で私は格闘で行きましょう。あー、ガードされてる。でもサポートが入ってるからちょっとはクリスタルダメージが入りましたね。よし、パンちゃん、パンちゃんさっきちょっと受けちゃったので、ドラミクスを回復させて、で、気が溜まった時には次のターンかな、でいけるかな。気も溜めてやっていこう。どっちかな。あ、すごい、完全ガードだ強いな。よし、私だってガードするんだ。どうだ。あーはー、間に合わなかった。サポートを発動されてるよ。お、うわー、でも大丈夫。よし、次はガードが低くなってるけど、あ、後ろから飛んでしまう。おお、おー、やられる、危ない。よし、もうハマイ落とし狙いだな。あークリティカル、真後ろは抑えたけれど少しずつ削られますね。次来た、5点、5点格闘いきましょう。でこっち行け。よし、ヒット、わーい、よし、飛ばした。次相手の手先ですね。ガードしよう。よし、ガード成功。でも後ろにいる、当たってると、オーブの。よし、でも私は、リーダーさん、勝負です。よし、お、クリーンヒット。来たー、サポートも入って、どこまで伸びますかね。ちょっと伸びそうな気がする。よし、4434。いきましたね。だいぶ削れました。次は、パンちゃん。パンちゃん、格闘いきましょう。ちゃん格闘、じゃあこっち。よし、パワータイプとかスピードタイプで強いのが、こっちの方が有利だみたいなのもあるので、それも見ながらやっていきますね。トランクスは、
お一人行けるかな。エクソン、あ、ガードされた。なんでかな、気がしてたんだけど。あ、でも追加ダメージ御殿くんが入れてくれましたね。相手の攻撃、わあ、プランクス狙われてる。どうだ、よし、ガード成功。何しろいるけど当たるかな。あ、大丈夫だった。危ない。来た、マキシフュージョンもできるんだけど、ここはまだ使わずにやっていこう。そうだな、そしたらこっちあえてできそうな気がするんですよね。ここかな、他の人に喧嘩が入る。よし、あ、いていた、やったー。よーし、2人リングアウト、いい感じですね。それで1人ノックアウトになっているから、アイディアがいい。よし、ガード成功、オッケー。よし、次だ。このここだとなんか二段一直線でいけそうな気がしますね。気弾、必殺技にしよう。あ、気弾にまずしてた。必殺技で、ハメハメハ、入るもんね。行こう。これでみんなに、行くぞ。行けへん。サポート、私のが入って、たぶんハメハメハ、どれくらい入るか。あ、だいぶ入った。一人ノックアウト。オッケー。一列になってますね。これはいいことなので、この私の位置からだと、私もカメハメハ、入りますね。いけ！おぉ！まずい！ A ボタン連打！おっしゃいぜ！おぉ！負け、あー、負けちゃった！きゃー！取っちゃったー！うお、次、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃんの乙女ティックの、被弾、あ、ストメティックだと範囲に1人入りそうな気がするだね。ここで2人いけ。よし、クリーンヒットからの乙女ダースト、ふんふん、いけー。これ意外と強いんですよね。おい、感じ感じ、削れてる。よし、1人ノックアウト、残りは2人だ。ガードしたい、ガード、あ、マーシロー、あ、ガードガード、え、クリーンヒットを免れたけどガードを失敗しちゃいました。あ、当たっちゃった、ごめん、トランクス君飛ばしちゃった。戻り位置ここで、相手の攻撃が先ですね。トランクスガードしよう。あ、マーシロだった。わう、次はパンちゃん、これはもう、マキシフュージョンしたい。一回こう、どうしてもしたくなる。行くぞ、マキシフュージョン。よーし。パンちゃんだから女の子バージョンですね。へいへい、かわいい。行くぞ。よし。覚悟、覚悟。おー。くらえくらえ、これで落ちましたね。ノックアウトさせたぜ、イエイ。固まってて危ないんだけど、相手の攻撃ガードしよう。よし、ガード成功。ちょっと後ろにいるけど、お、大丈夫だね、やった。あ、また相手が早いぞ。ポテンガードが、あ、真横だった、飛んじゃうかな。スーパーマーキグレード、これだとガードが落ちちゃいますね。わお、あ、ミスになってる、よかった。次は私、ここまで来たら必殺技でしょう。クイック、いや、それだとカメハメハがいいかな。サポートがプラス4、みんなで攻撃だ、いくよー、カメハメハだ、いけー、よー、ノックアウト。テレゲーム会場で出場初戦に勝利しました。やったー、経験値もたくさん獲得、レベルも上がってきましたね。エナジーもたくさんゲット、嬉しい。やるの、お主ら、でも大会では負けんぞ。ありがとうございました。
残り2人は次回やっていきたいと思います。2チーム構成どんな方がいるのか気になりますねストーリーもこれから、この後どうなっていくんだろう、気になる。あとは他の子も使えたら使っていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!